はようございます。5月28日、火曜日朝の7時50分です。今横浜車庫です。これから木更津行きます。昨日夕方平塚で積んできた荷物です。店舗用の荷物です。キャリーと6輪カートとカゴ台車、全部キャスターついてるものです。終わったら高速でバックして、横浜都筑区で広島行きを積みます。機械物です。機械物というか精密機器ですね。よくよくで行きます。今日の天気は雨で風も強い、かなり強いんじゃないかっていう気がします。はい、ということでよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ここは木更津、卸し場所まではまだ8キロぐらいあるけど、今コンビニです。9時半卸しなんで時間調整して、その間にちょっとおにぎりを食べようかなと思います。朝ごはんで、アクアラインの上が40キロ規制なんですけど、風がすごかったですね。はい、9時40分、木更津完了です。10分ぐらいで終わりました、ね、はい、またアクアラインを通って横浜都筑区に向かいます。行けばすぐ詰めるんじゃないかという感じです。では行きます。11時50分、横浜都筑区積み館です。大型精密機器なんですが、全部パレットに乗っかってまして、全部で7パレです。大型精密機器とあとケース物のパレットとあります。全部手伝っていただいて済ましてもらいました。マットで、養生マットで周りを固めてっていう感じですね。ということで、広島世羅町に向けてよくよくで10時着ですね。朝10時、
ということで行きたいと思います。横浜町田インターから乗っていきます。はい、お疲れ様です。午後1時30分足柄サービスエリアです。昼飯弁当持ってきてます。はい、今日の弁当はソーセージ、これは何だ、ポークソーセージか、漬物とわかめの味噌汁です。お疲れ様です。8時35分、ここは山陽道下り大郷パーキングエリアです。急速です。遠州森町から3時間40分走ってきました。まあ、こうギリギリでしたね。運転時間も10時間、まあ昨日と合わせると18時間を数分超えました。なので明日は超えないように、まあといってもあと230キロしかないから、まあ4時間もかかんない感じです。はい、ということで早速シャワーに行って晩飯食べたいと思います。で、前にあのシャワー室に忘れ物したやつ、多分ないと思うけど、まあ確認していきたいと思います。偶然にもこの間忘れたシャワー室と同じ一番奥のシャワー室に入れました。まあ当然だと思うけど何もないです。まあ後で、まあ、管理してるセブンイレブンに聞いてみたいと思います。
シャワーして晩ご飯食べてきました。ちゃんとご飯食べれてよかったです。食べるところは24時間営業になってましたね。前来た時は9時で終わってたような気がしたんだけど、昨日せいだったかな。まあいいや。でシャワーして、で最後セブンイレブンにまた忘れ物届いてないですかって聞いたんだけど、やっぱり届いてないそうです。はい、まあとにかくちょっとゆっくりしたいと思います。はい、今日の運行状況こんな感じでございます。明日は、まあ、今日と同じ、まあ、8時ぐらいに出ようと思うんで、まあ、そうすると11時間ぐらいは休息できますね。はい、で明日お昼過ぎに着いて、明日はもう高速降りて近くの道の駅まで行って休息したいと思っています。で道の駅で、ご飯食べるということです。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。